エザさん。何か困っているらしいな。え？ああ、お兄ちゃんから聞いたんですね。お花を摘みに行きたいんですけど、モンスターのせいで行けないんです。そうか、お花は我慢できないよね。お花を集めてこれを作りたいんです。お母さんがよく作ってくれたんです。私も作りたいのに、モンスターが増えちゃってお花のとこまで行けなくて。ねえ、私たち摘んでもいい？もちろん。クラウド、どうかな？本当ですか？お花はミッドガルが見える丘に咲いています。ちょっと遠いけど、チョコボに乗ればすぐです。よろしくお願いします。知らないよ。行くよ。連携しよう。任せるね。よし、よろしくね。下がっている。狙う。うん。うおい。先手だ。そっちは任せる。私の出番。悪くない。調子に乗る。せら。またね。連携しよう。お任せあれ。なんかごめん。当然の結果だ。
落ち着いていけ。私の出番。仕上げだ。当たれ。終わったな。先日発生した阪神羅連絡会及びウータイ暫定政府による電波ジャックの続報です。神羅カンパニーは住民の間で不安の声が高まっているのを受け、近日中にルーファース新社長による声明文を発表するとしています。また治安維持部門は錯綜する情報に惑わされず、いつも通りの生活を心がけるよう呼びかけています。申し訳ありません。オーナーのブロードはただいま不在です。先日発生した阪神羅連絡会及びウータイ暫定政府による電波ジャックの続報です。神羅カンパニーは住民の間で不安の声が高まっている。魔鋼パイプが故障だって。今はやめといた方が良さそう。シンラ、いるね。シンラがいるうちは近づかないでおこう。今行くと捕まっちまうぞ。
今はやめといた方が良さそう。進行までかけっこする？そっちは任せる。大丈夫？ここからだ。進むぞ。
備えだ。終わりだ。来い。気負いすぎる。はいはい。おやすみ。いけ。飛んでけ。おしまい。一気にやっちゃう。飛んでけ。じゃあ。わあ。知らないお花いっぱい。お花、選ばなくちゃね。ああ、任せる。その顔、あんまり良くないな。はあ、ちゃんと手伝うからね。リーフハウスに持ってくお花、選んだよね。柔らかいし、花飾りに向いてるね。花飾りだから、もっと必要だね。この子の花言葉は家族への愛。プレゼントにぴったり。おお、情熱的な色。クラウド、そういうの好き？もうちょっと積んでく？出た、猫じゃらし。クラウド、選ぶような気してたんだ。これくらいあれば十分。クリンに届けよ。
たしまして。花飾り、お母さんみたいに作れるかな。私、実はお花屋さんなの。花飾り、手伝おうか。本当？一緒に作ろう。ね、クラウド。ああ、できた。お花の組み合わせ、独特だね。でも、楽しくていいと思います。私、気に入りました。お兄ちゃん、喜んでくれるかな。もちろん、嬉しいよね。ああ、お揃いだ。本当に修理の方々じゃないですね。失礼。おう、修理よりはぶっ壊すのが得意だな。こんな時です、そういう冗談は感心しませんな。で、何かあったの？パイプから魔鋼が漏れているようです。何でも屋さんに応急処置を依頼したのですが、逃げてしまったようで。何でもよ。ええ、可愛らしい感じの娘さんで、腕前はミトガルで評判なのだとか。すっかり信じてしまったのですが。もしやお知り合いで、でしたらこれもご縁です。修理をお願いできませんか？いわゆる魔鋼パイプですな。ミドガルからパイプを引き、魔鋼を送ってもらっているのですが、そのパイプが不調で魔鋼が来ないのです。タンクに蓄えがあるものの、どれぐらい持つか。徐々に減っていく魔鋼をビクビクしながら確認する日々です。そりゃ大変だ。でもよ、いっそ魔鋼なしで生活すりゃいいじゃねえか。またご冗談を。おお、助かります。申し遅れましたが、私、町のフラットベレージと言います。では町の外にある工房へ向かってください。何でも屋さんが放り出した仕事の引き継ぎをお願いします。皆さん、
どうか落ち着いて。何でもやが他にいたとしても、スラムが直してくれよ。先輩、お前じゃねえか。スラムはあんたの方が詳しいだろ。何でもやめよう。やっぱりお前しか知らねえな。お金あるからもうちょっと気の利いた看板あげるだろうし。あんたはどう思うわけ？そんなことより、調査を進めた。グラスランドに生息する怪鳥ケツァルコアトルの住処が分かりました。めったに人の前に姿を現さない希少種です。ぜひ。落ち着いていけ。頑張るね。どけ。追い打ちだ。
私、しかと目に焼き付けましたよ。クラウドさん、前がうるさかったらいつでも言ってくださいね。それ、音量が小さく。ちょっと。改めましてクラウドさん、モンスターの討伐ご苦労様でした。おかげさまで貴重な生態データが手に入りました。それと、入手されたケツァルコアトルの爪はとても珍しい素材です。クラフトで使えるかもしれません。なくさないようにしてくださいね。
ちゃんと修理できんだろうな。なんだ？どっ？いや！それ！逃がさねえぞ！終わりだ。なんだったんだよ、ったく。漏れた魔法の影響だろう。報告に戻ろう。皆さん、頑丈に修理していただいたみたいで誠にありがとうございます。おかげさまで魔法がジャブジャブとタンクに流れ始めました。前より勢いが良くなった気がします。ではこちらが報酬です。お納めください。舞台の映像ご覧になられましたか。あいつら魔法欲しさに戦争を仕掛ける気ですよ。今後はこんな。
餌は常に補充しておかないとね。まるまる太らせると高く売れるからさ。補充しておかないとね。まるまる太らせると高く売れるからさ。あんたらか。うまく逃げてるみたいだな。ちょうどよかった。仕事を頼めないか。俺はオリバー、ここの農場主だ。実は夜な夜なうちの家畜が襲われて困ってるんだ。犯人はモンスターだろう。探し出して退治してくれないか。俺はグラスランドの自然が大好きでね。守りたいと思えば阪神らの旗を掲げることになる。そんな俺たちみたいのをつなぐやつがいるのさ。ブロードやアバランチとはその縁で知り合ったんだ。立場は違うけど情報交換は欠かさないよ。恐ろしく頭のいいやつさ。罠を仕掛けても物ともしない。ハンターも雇ってるが今のところ成果なしだ。助かる。そのワンちゃん、あんたが飼ってるのか？犬扱いはやめた方がいい。おー、よしよし、かわいいね。元気がいいな。犬の嗅覚なら追跡できるかもしれない。一度、犯行現場を調べてみてくれないか？ここだね。わかるか？かなり匂いが消えちゃってる。追いかけるのは難しいかも。うん、チョコボに嗅がせてみるか。やってみてもいいけど、チョコボの鼻でもどうかな。分かったみたいだぞ。え、本当？へえ、オイラは全く分かんなかったのに。チョコボの嗅覚ってやっぱりすごいね。今度はナナキが調べてみるか。おう、チョコボに任せるよ。ここでまた獲物を襲ったみたい。おいら、頑張ってサポートするね。
よろしくね。準備万端。され、うん、やった。よっ、美少女増強中。はっはっはっ、うまくやってよ。下がっていろ。へっ、見てた、オイラの活躍。あいつ？集中して。うっ、当たる。お手並み拝見。ここ油断したな。はい。沈め。頼んだぞ。おいら関係ない。確実に行く。美少女増強、うまくやってよ。至急落ち着いていけ。オイラの番、攻め時だね。逃がさない。頑張って。任せたよ。やってやる。刻む。うん、どうした。オイラ何の役にも立たなかった。花には自信があったのに。慰めてくれてありがとう。オイラ、立派な戦士になるためにもこの花から鍛え直すよ。倒してくれたか。大変だったろ。もしかして君が活躍してくれたのかな。ご機嫌斜めなワンちゃんにご褒美だ。ほら、こっちはあんたへの報酬だ。話は変わるが、ブロードが体調を崩しているらしい。もしカームによることがあったら見舞ってやってくれ。
現在モンスター非常食魔法タンクちゃん。